こんばんは。暗いかね。こんばんは。今日はシェルアミ公演がありました。帰ってきました。ちょっと暗い。本当？ちょっと待って、画面明るくし。よいしょ。どうでしょうか。タイムリープしてる？戻ってきました。こんばんは。ありがとうございました。セラミ公演見てくださった皆様、本当にありがとうございました。いや、楽しかった。なんかもうDMM で見ててうるっとした。本当ですか、ありがとうございます。なんかもう自分も結構本当に昨日2回やって今日も2回やってって結構なんか疲れてたから、お昼とかもうゲネもそんなにあんま結構全体的に良くなくて、大丈夫かなって初めての混合だったし大丈夫かなと思ったんですけど、やっぱりね、お客さんが入るとね違いますね。本当にみんなもう感情をマックスって感じで、本当にねすごい最初から最後までめちゃくちゃ楽しかったです。お疲れ様でした。いろいろと進化しましたね。進化しました。最前列で見ました。ありがとう。そう、なんかちょっと待ってね。なんか初の有観客で結構演出もめちゃくちゃ変わってて、もう本当に前回と一緒なところが一つ二つぐらいしかないぐらい、シーン的にはね、なんかこう演出が、本当に。でもね、すごいなんかやってる方も楽しくできました。紫降りました。ありがとう。すごい分かりやすかった紫。めっちゃ嬉しかったです。なるべくこうライブシーンの時にレッスンをくれるように頑張った。口押しの方多かった。多かった。めっちゃ嬉しかった。めっちゃペンライトいっぱいあってびっくりした。嬉しい。明日 DMM で見るね。明日ね、アーカイブで配信されます。いやー、なんか反応がこうすごい分かりやすくて、お客さんがいると、なんだろうな、自分たちが稽古してる時には全然笑わなかったところとかもお客さんが入って笑い声が聞けて、お、え、ここ笑うんだって思った。なんかすごい発見みたいな。どこだったかな、パセリが長崎弁喋った時に笑いが起きてたりとか、なんかみゆみゆさんが喋る時にすごいなんか笑いが起きるみたいな、なんだろう、ギャグシーンではないんだけど、まあ別にそんなシリアスなシーンでもない時とかに笑いが起きると、あ、なんかここがお客さんの楽しみポイントなんやなって思った、そう、今まで無観客だったから、
って言わないでも面白かった。うんって言わないでよね。あれも台本に書いてあってびっくりしました。ギャグシーンみたいな。笑いどころ増えた気がする。そう、なんか笑いどころが増えたおかげでなんかこうシリアスなシーンが際立つようになったんじゃないのかなって思います。コメディ寄りに、そうそうそう、ちょっとコメディ感増したかも。これはね、なんか今回のメンバーではこんな感じだったんやけど、またこう一期ドラさんバージョンと二期生バージョンでまた違うから、そっちも楽しみにしてほしい。みちさんボロボロ、もうみちさんボロ泣きよ、もう。今までで多分一番泣いてた。あれはでもね、なんか、裏でもなんだ、みちさんが卒業発表じゃない、卒業発表じゃない、卒業発表した後になんか一人で船に話しかけるシーンがあるんですよ。そこはね、なんかちょっとみんなモニターにこう、裏にモニターがあるんだけど、裏のモニターをみんなでこうやってもう6人ぐらいちっちゃいモニターに集まってずっとこうやってじーって見てました。すごい泣きそうになりながら。実はなんか影アナの時から伏線っていうか、なんか伏線みたいなのがあって、アンさんっていうか、まあ、みちさんがなんか私はみたいな、影アナの時ね、 ST48 ST48 ってリーダーって言い方しないんですよ、まずそもそもキャプテンなんだけど、まあでもセラミではリーダーだから、 ST48 リーダー今村美月ですって言って、なんか私はみたいな、なんか言いかけてやめるんですけど、あれも実は本当はね、船のラストライブにアンは卒業発表しようと思ったんだけど、でもやっぱり言えなかったっていう。 DMM 影穴なかった、あ、影穴なかったんだ。あ、そうなん、あらららら、そっかそっか。あ、じゃああれは現場にいる人しか聞けないんだ。やばいな、じゃあ言わなかったよかったな、言わなかったよかった。そうそうそう、あそこまでちょっとね、なんかあったんですよ。まあまたね、ちょっと今のは聞かなかったことにして、また公演来られる方は楽しみにしていてください。影穴流暢すぎて感動したね、全然噛まなかったね、すごいなと思った、うん、うのこ行くね、待ってます。一番近いやつでもう10、11で神戸2期と、10日が2期で11が1期ドラさんで、緊張するね。いや、明日も稽古あるんよ、受験やばいよ。なんか今日がさ、すごい感動的な終わり方をしてるわけですよ。だからね、なんかだれてしまうんよね、受験だから、そのだれないように頑張ります。なんか言うよね、中落ち、中落ちだっけ、なんだっけ、クマありがとうございます。まだ稽古するな、そう、まだ、だってまだこれからだからね、一期ドラさんのが始まるからね。なんて言うんだっけ、中落ちじゃない、二日二落ち、なんだっけ、なんか舞台用語あるよね、そういうの、
なんか2日目が一番質が下がるみたいな、初日がめっちゃさ勢いが良くてみたいな、そう、まあ別に明日は本番じゃないんだけどさ、なんかこう気持ちが途切れそうだから頑張ろう。しかも僕声もあるんだよね。ちゃんが一番可愛くてかっこよかった。ありがとうございます。嬉しい。ハートありがとう。そうでもまあ楽しかった本当に。2期生とねやることもなんかそんなにないから結構珍しいというか、初めて一緒になってパフォーマンスしたりとか、うん、本当に楽しかったです。今後は良いね。しかも次はソロハが初めて入る、楽しみですね。僕恋舞ちゃん出ない日誰となの、誰とだろう、アリちゃんさんとかかな、もしかしたら。ソロハ出るよ。ソロハ、ソロハの竜はやばい、なんかもうなんだろう、タムキチも結構動く竜さんだと思うんだけど、ソロハは多分タムキチ以上に動くもう身振り手振りがすごいから、うん、あの面白いですよ。大変だったと思う、本当にお疲れ様よ。きっと楽しげ、いや楽しい、楽しそうだなと思う。でももうなんかセリフとかも全部覚えれてるっぽいから多分大丈夫だと思う、ソラハは。まあ、でもね、お客さん入ったら緊張するよ。私も今日めっちゃ緊張してびっくりした。ひゅっ、本当にありがとうございました。見てくださって、次はまあ神戸11日か、11日にセルアミと僕恋公演、あと1時間で20歳になります。 おめでとう。いいね、20歳。パセリとオキちゃんが絡んでるとこ嬉しい、嬉しくて涙出たパセリね、パセリはね、私と、うん、なんか一瞬戻るんよね。ほうじゃなくなるんよ、私パセリと言ったらパセリになる。すごい。なんか今日も、多分パセリ自身は気づいてないのかもしれないけど、アンさんとフォーがめちゃくちゃなんか言い合って、もう。ボロボロに泣いちゃうシーンみたいなあるんですけど、その後にね私が出てホーさんと喋るんだけど、なんかまあ明かりがついてる間はねまだホーなんだけど、なんか暗転する瞬間とかにめっちゃニヤーってなんかパセリになるんですよ。なんか本当になんかその多分さんからは見えないぐらいの、あのなんか安定する、こう暗くなって、暗くなったぐらいの時にニヤーってパセリやって思いながら、でもパセリは気づいてないかも。
最初で最後だったのでパセリとやるのも楽しかったですね。無意識のニヤ、そうですね、いやニヤってしてくれるのはパセリぐらい。もうフーさんはねもう何も変わんない。クマありがとうございます。クマさん、いやでもね、まあ、人が変われば演出も変わるということで、どんな感じになるのか一気ドラさんのやつも楽しみにしててください。演技うまい。いや、うまくないよ、本当に。うん。全然。でも、なんか、メンバーとやってると、なんか、ちょっと引っ張られるって部分はあるかもしれない。みちさんとかね。リコチとか。うん。パセリとか。そういうメンバーになんか、引っ張られる部分は、あるのかもしれません。ちゃんが思う演技上手なメンバーは、なんかそんな上から言える立場じゃないけど、全然自分もさ、なんかプロじゃないからどうこうどうこう言えないけど、でも素人目に見てもうまいなって思うのはフーさんかな。なんか間とか声のトーンとか言い方とかなんかすごいうまいなって思うけど、うん、なんかすごい上から目線みたいになるからあんまなんか言いたくないんだけど、普通にあの一ファンとして言ったらそういう感じ、うん、うまいなって思う。でも必要うまい人多いと思う。話し会追加しました。よろしく。よろしく。ありがとうございます。推し補正なコキちゃんの演技好き。ありがとう。推し補正も入ってると思う。ありがとうございます。ユミリンの表情もいい。ユミリンさんはマジで怖い。あの、ノナの時のユミリンさんは。ノナはあれだから。最後に笑うために撮ってるから笑顔を、それまでほとんど中盤ぐらいまで笑いがないんですよ、笑顔が。それがもう怖い。は？は？めっちゃ怖い。もうねえ、少しは怒ればって瞬きしないから、もう間近で見てて、ね、めっちゃ怖い。いやーって背筋伸びるんですって。あれをね、あの最善とかで見てほしい。めっちゃ怖いの。でもだからその分なんかノーナさんのなんかなんて言うんだろうね、プロ意識っていうかさ、一人上に行こうとする感じが伝わるよね。そう、裏のユミリンさんと違いすぎて、裏のユミさんもっとこうホワホワなんかえーって感じだから、ギャップが。だから初めて内栗さん、あの演出家さんが変わったんですよ。変わった時に初めてそのノーナと冬の稽古をした時に、クマありがとうございます。クマ初めて稽古した時にユミリンさんの目が、もう表情が怖すぎて、ココアさんが
足がすくんで立てなくなるっていう、そんぐらいなんかノナになってる時のユミリンさんはめっちゃ怖い。でも本当にあの普段のユミリンさんはめっちゃ優しい。えへへみたいな感じ。ぜひね、生で体験してほしいですね。セリがめっちゃ涙流しててもらい泣きしました。私もねちょっとあそこのシーン泣いちゃったね。でも自分も早く出なきゃいけないからすぐにあの鍋は拭いて出ました。ナレーションね、ナレーション女性と男性、あの男性から女性に変わって変わりましたね。ナレーションっていうかインタビュアーの方の声が、女性になりました。気づいた人いるかな。うん、知ってる人の、いや私はあの全然関わりがないんですけど、みちさんとかが以前舞台に共演されてた方、フェイタリズムとかで共演されてた方がとか、あのセラミのダンスパートの振り付けをされてる方、トークパートにオキパ回しで出てた。ああそう、混合の時は回しに入るんですよ。普段はねトークとかも MC メンバー参加しないんだけど、うん、混合もうしないのかな。混合もしたいんだけどね、もうね終わりかな、うん、今やったもうこのやつで終わりかな。めっちゃ仲だった。いやでもどうだろうね、もしかしたら誰かが救援したって時とかはね、2期生とかが入ってくれる可能性もあると思うけど、うん、でも一応ね1期と2期とドラさんの今後は今日でラストです。ぜひね、まあ、今日 DMM で見た方も見られてない方も明日アーカイブでもあるしね、これからも公演は続くので、よかったらまたねセルアミ公演よろしくお願いします。うん、楽しかった。私も今日素で笑ったシーン、あれ今日素で笑ったシーンはね、なんだろう、素で後半もみちさんがボロボロになってたシーンはちょっとみんなで笑ったぐらいで、あとなんかあるかな、みやみやさんとか、あでもね、あ舞台中はないか、ももちゃんのが好きなんですよ。なんか罪を千代さんからなすりつけられた時のスイさんのがめっちゃ可愛い。 3D なんだろう、ももちゃん声量あるからかな、すんごい面白いね。あれがね好きでね、毎回もう
見てます。私じゃないでしょみたいなやつ、あれがねすごい好きで可愛いと思って、そう今日ももちゃんと割と喋れたっていうか、よいしょ、うん、水中はね可愛いですね。どんな会話したの？ももちゃんはね、なんかなんか、え、ももちゃん、え、背がちっちゃいって、なんか、もうなんか私が靴履いてて、ももちゃんが靴履いてなくて、衣装のなんか、それですごいももちゃんがちっちゃく見えて、ももちゃんがちっちゃい、え、ももちゃんちっちゃいって言ったら、靴履いてないからでしょってなんか、大きい声を出すももちゃんを初めて見聞いて、あ、靴履いてないのかってた、靴履いてないからでしょって言われて、めっちゃ可愛かった。初めてそういう会話をした。ももちゃんなんかね、背伸びするんですよ、私の前でよく。でもなんか背伸びするときすごいなんか真顔っていうか、真顔で背伸びをしてくるから、すごいじわじわきますね。かわいい、え、めっちゃかわいいよ、ほんとにももちゃんかわいい、キュンでしたね。癒されました。はじめまして、はじめまして。今日遠い、遠いかね、ちょっと壁にもたれかかりたい願望。毎日眠い、こんな私毎日ね、なんか眠い眠いって言ってる気がする。失礼します。飲み物もジュース買った、サイダー、喉乾いたのになります。これさ、レモラ、レモンとライムでレモラって言うんだよ。って思わん？なんかさ、レイムとかさ、ラモンとかじゃなくてさ、レモラなんだって。って思った。そう、ライムのラン、そうそうそう、ラムネじゃないの、ライムのラン、レモンとライム、レモラ、お腹鳴るんだけど。そう、めっちゃ美味しい、これ最近ちょっと好き。レモンスカッシュがレスカだからね。あー、レスカ、炭酸の音じゃない、炭酸の音なのかな、お腹かと思った。お腹減ってる、え、減ってるけど今の音は炭酸なのかな、わかんない。お腹減ってる音なのか炭酸なのか。どうなんだろう。なんか食べた、え、食べた食べた食べたけどまだお腹空いてる、うん、うなぎ、うなぎじゃない、
でもあのお肉食べましたあの公演終わった後に家帰ってきて食べたんだけどまだお腹空いてるみたい。私はアイス食べちゃう。アイスは食べてないね。ただ食欲はめっちゃ増してる。植物食べれんもんね。でもね最近ねあの植物取ってるからね、うん、自主的に。昨日とかなんかスープの中に入った、え、なんだろう、白菜なのかな、なんかね、ホルモンスープみたいなの飲んでて、コンビニのね、なんか野菜が入ってたんだけど、もう私さ、本当に野菜食べないから、どれがどの野菜なのか分かんなくて、これが白菜なのか、なんかキャベツなのか、レタスなのかが分かんなくて、多分ね、白菜だと思いたいんだけどね。うん、でもなんかちょっともそこに入ってた野菜を食べました多分ね芯があったから白菜かキャベツな気がするんだけどね、うん、でも私白菜あんまり好きじゃないんですよ。でも食べれたから白菜じゃないかなと思ったんだけど、わかんない、なんか味わかるんですよ白菜の味。でもなんか白菜あんまり好きじゃないから、でも食べれたから、独特の白菜独特の味がなかったはずだから白菜じゃないのかなと思うんだけど、わからん謎植物。しかもなんか昨日まあ夜にねお腹が空いてスープ飲んじゃったんですけど、なんかなんかもう電気消してたから電気つけたくなかったんですよ。で電気消してあのこの私今間接照明使ってるんですけど、これね、この間接照明の一番低い明かりだけでこうやって暗闇の中スープ飲んでたから、なんか何なのか分かんなくて、何が入ってるのかあんま見えなくて、ここに座ってこうやって深夜の2時半とかぐらいに暗闇の中スープ飲んでました。で携帯でこうなんか YouTube をね見ながら、まあ、だから電気の明かりって、まあ、スマホとか間接照明からはあるんだけど、こっちをつけずにこうやって食べてて、なんかねあんまり明かりをつけたくなかった。何の儀式してた？儀式ではないけど、ただの怠惰、めんどくさくて、うん、だってもうずっとさ電気消した状態だったのにさ急につけてね、え眩しいじゃん。そうだからね消しました。ごめん、充電がなくなってループしちゃうかも。見えるかな、コンタクト取ろう。私のコンタクト、私コンタクト取るときすごい怖いって言われるんだけど、なんかつけるときと、え、見たい、なかなか気持ち悪いよ。ちょっと取れない、ごめん、めっちゃグロいかも、ちょっとごめんなさい、やっぱ見せんとこ絶対グロかったと思う今、取れない、あれなんか取れないな、
水の中にボボボボボボボ、川の中に石がある。フィンダー越しに見る世界、ハッシュタグカメラ好きとつながりたい、ゴミにしてます。もう一個取ります。ワンデーです。あ、すっきり。ちなみに私の愛用コンタクトはトータルワン、めちゃくちゃいい。トータルワン、なんか病院、眼科、なんか目の病院に勤めているファンの方におすすめ聞いたら教えてもらって、それで買ったんだけど、めっちゃいい。もう本当におすすめ。コンタクト難民だったから私は、なんかすぐねパシャパシャしてしまったんだけど、めちゃくちゃいい、おすすめです。 PR じゃないです。でもおすすめ、個人的な。なんかね、つけやすさが違う、装着感もいいし。まあでもちょっと私本当に朝のなんか7時ぐらいから夜の10時ぐらいまで、まあみんなそうか、つけたりとかするから、もう最後の方結構パシパシなんだけど、でも装着感が1回で絶対つくから、もうめっちゃ良いです。私の推しコンタクト、コンタクトって言っちゃった、コンタクト。2ウィーク、なんかメンバーもね、たまに2ウィークの人とかおるんですけど、ほとんどワンデーなんですよ。だからなんかさ、すごいなって思う。なんか2ウィークの人とかさ、なんかもう新幹線で寝るたんびにさ、こうやって撮ってさ、入れてさ、寝ててさ、4時間の間にで、4時間後にこうつけてさ、すごいと思って、絶対もうめんどくさくないのかなって。まあ、でも自分もワンデーだから1回つけたらもう取れんくて、新幹線寝れる時も、まあ、でも新幹線乗ってる時コンタクトつけてないな、そもそも。もう私本当にね、あ、ダメだって思ったらすぐ取って捨てちゃうから、コンタクトワンデーじゃないとダメかもしれない。クマありがとうございます。いやだから早めにね、メガネをね買わなきゃなんだけど、なんか忘れちゃいそう、持ち運びのあのケースとか液体とか。メガネまだ買ってない。メガネまだ買ってない。メガネ買ったんじゃなかったっけ？壊した。壊れた。すぐ壊しちゃう。めっちゃ早かった。1ヶ月、2ヶ月。電気消してるから。いやー、まあ確かに。
なんかさ1ヶ月ぐらいでさ壊れてるのがすごい恥ずかしくてさ、なんかまだ生きてない、修理とか、まあ修理か買うかなんだけど、絶対でもそこの店じゃないとなんか行きにくいんですよ、他のメガネ屋さんっていうよりは自分がもう行ったことある店以外は。だからそこに行きたいんだけど、えこの人1ヶ月前にって思われそうだから、まだちょっと地味に行けてね、もうちょっとなんか忘れ去られた頃に行きたいかなって思います。まあね、みんな多分そのみんなっていうかメガネ屋さんは気にしてないと思うけど、ちょっとね私の心持ちが乙女だから。でもなんか会員登録してるからさ、どっちにしてもさバレちゃうよね、いつ行ってもこの人3ヶ月以内に来たのに壊したなみたいなバレちゃうんだけど、まあ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 私的にね気まずいので、うん、まだちょっとやめときます。だって本当になんか12月の年末30日とかに買いに行ったもん。あでももう4月だからさすがに、でうんいつ壊したっけなまあ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 4周年終わりぐらいに、あいつだ違うか、4周年じゃないな、武道館終わりぐらいか、うん、ちょっともう記憶が曖昧ですねうんまあそういう感じですね。なんで壊れた、いやわかんないんですよなんで壊れたのか、まあ、気づいたらねフレームが外れてて、って本当にわかんない、びっくりした。うん、ね、ちょっとね悲しいですけど新しいメガネ買った皆さんに報告します。いつかは買うのでねいずれは。尻の下あるある、いや踏んじゃったのかな、もしかしたらどうなんだろう、本当にね覚えてなさ、記憶がなさすぎてなんで壊れてるのか、朝になったら壊れてたんだよね。不自由しなければいいけど、うんまあね、うん、コンタクトね、うん、今は裸眼なのですっきりしてます。キャン、かけて寝てないよ。でも確かに布団のね枕元の近くとかに置いてたかも、こうやってよっしゃ寝るかみたいな。でもなそんな寝相悪くないと思うんだけど、キラキラ、メイクボロボロだ裸眼で見えるの、まあ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 ある程度は見える、今もコンタクトしてないけど全然コメントとか見える、こんぐらいまでいったらちょっと微妙いけど、ここら辺とかだったら全然見えます。外羽ね、今日外、そう外羽ね、わあ眠った
最近なんか毎日眠たいって言ってるね。でもね、聞いてほしい、毎日眠たいって言うじゃん。でもね、夜になったら眠れないんよね。なんか YouTube とか見ちゃう、でなんか結局寝るの遅くなってめっちゃ眠いみたいな感じ。なんかね、本当にね、何やってんだろうって思っちゃいますね。寝れないんだよね。明日の、明日やばい、朝からね僕恋のレッスンやって、で夕方から夜までセール編み。だから朝起きるっていう私のね、この鬼門、頑張るしかねえな。 YouTube 見ちゃう、ついつい YouTube、Twitter、TikTok、まあ、LINE はねそんなにねしないから、人と LINE とかあんま見ないんだけど、まあ仮にね、なんか誰かと LINE が続いてる場合は LINE も含まれて、そのなんかもうずっとそのループって感じ、これやってこれやってこれやってみたいな。なんか充電できない、なんか止まる、ちょっと待って、なんでだ、刺さった、できてなかった、充電ずっと刺したつもりが刺せてなかった。そう、失礼しました、危ない危ない。もう多分大丈夫だと思います。寝坊の常習犯でしょ。でもね、私聞いてほしいんだけど、なんか毎日寝坊してるわけじゃないんですよ。なんかすごい、あのみんなから寝坊とか遅刻のイメージをつけられがちなんだけど、私ね頻度自体はねそんなに高くないんですよ、本当に。なんかなんならオールしてるから常に誰よりも早くはいるんですよ。ただあの寝坊した時のでかさが大きいから、なんかみんなの印象に残りやすいんだと思う。頻度はね全然ないの、本当に。これね、これメンバーに言ったら多分まあ確かにって言ってほしい、言ってもらえると思うけど、印象に残っちゃうんですよ。そう、量より、そうそうそう、質がすごいの。そうそうそう、だから新幹線で過ごして九州まで行ったりとか、うん、自慢げに言うことではない、そりゃそう、本当に自慢げに言うことじゃない言い訳にもなってない。あ、そうなんですよ。ただタイプがね、回数はねそんなにはしてない、ね、質が、うん、車まで行っちゃった。うん、そうなんでね、ちょっとどでかいのは直したいと思います。でも基本はね大丈夫。うん、いや本当にね、睡眠、本当規則正しい睡眠心がけたよ。
最近遅刻したい。最近してないよ回して、うん、いやだから最近はね、今んとこは大丈夫。今年に入ってはそんな全然してないと思う。型はちょっと、いや直したいですね。やめた。朝に太陽の光浴びて体内時計戻すんだって。朝に体内の光、え、オールしたての体に太陽の光って効くのかな効くのかな、どうなんだろう。45分、早っ。見て、さっきさ配信始める前に鼻血出てきてさ、鼻血が、え、しかもね、びっくりした。私今日の鼻血の出方おかしかったんですよ。私めっちゃよく鼻血出るんですよ、本当に何にもしてなくても。なんかプール入っただけで鼻血とか出るんですけど、謎に。なんか今日ね、もう本当にびっくりした。なんかなんかお肉食べようって思ってさ、普通にさこうご飯の方向いたらさ、なんかタラーとかじゃなくてさ、カーンってなんかさ鼻血のさ、なんか霧の鼻血が舞ってさ、もうなんか服もさ周りもさ、なんかもうここら辺とかもなんかスプラッシュだった。びっくりした。え、なんかもう手刀受けたんじゃないかって感じ。でもそれだけで収まったよね。なんかタラーとかじゃなくて霧みたいな。いえって大丈夫かなと思って、うん、あ、まあまあ鼻血はまあいいんですけど、服が汚れちゃって洗濯しなきゃって感じ。ドドドド。でもね、これもう昔からだからな、鼻血が多いのは。腹筋っていうか腕立て伏せしてたら鼻血出てくるもんだって。筋トレするとき弊害が多すぎる。粘膜弱い、弱いんかな、どうなんですかね。だから公演とかもゴゴリバの時のなんか拳スピリッツってダン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 ってビャーンってびっくりした。イエーみたいな、もうダン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 ダダダン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 でビャン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 みたいな、そんなこともありましたね。だから下をなんか向く瞬間がやっぱ鼻血出やすいのかも。だから多分私あのおっぱっぴーとかできない。こうやってそんなの関係ねえって、あれってこう下に向かって衝撃与えるじゃないですか。 あれやったら多分私鼻血出ると思う。本気でやったらね本気のおっぱっぴーやったら鼻血出るんじゃないかなって思う、今までの傾向的に。そんな場面来るやろが。いやでも来ないと思うから大丈夫。
衣装さんがすごいのよ。私が鼻血をさ急に来るからさ、鼻血がその度に衣装さんがさなんかもうポポポポポーンって、はい大丈夫ですって、もうさ脱がなくてもさ衣装もうその場で解決してくれてありがたい、プロやなって思います。ね、公演してる時に出たことあるの。公演してる時はね、公演中は1回だけしかないかな。公演前とか後とかは割とあるんだけど、うん、中はないかな。うんって感じですね。公演前の筋トレとか公演後とかはね割とある、うん、でも 家に帰ってなんかさーってはーご飯食べようみたいな時とか多いです。今日はでも霧だったからびっくりした21年間生きてて初めてのパターンだってびっくりした。ご飯に興奮、ご飯食べたいって気持ちになってんのかななんか下向くからかなと思ったんだけど、ご飯に興奮してたのかな。いやどうなんだろううん、肉のせい肉のせいや。なんか暗くなった、最近なんか暗くなった、画面が暗い気がする、気のせいかな。50分早い、なんか暗くない、オレンジ味が強いね。そんなことない、気のせい、あ、ほんと私見てる画面だけかな。リングライト生きてる、リングライト生きてるよ。ね、なんか光量が強い。こっちの方がいいな。まだ。間接照明消して。明かりが、これいいか。かわいい、これなんか結構買ってくれてる人多くてびっくりした、捨てましたみたいになっちゃった。カジション、シリコン、鹿の間接照明ですかわいいよ、うん、こんばんは。オレンジ色だとあったかさが見える。これなんか2回押したら色変わるらしいんだけど、なんかあれ2回押しても色変わらんって思って、ずっとオレンジ、最近白にしたいんだけど。愛用してるよ。もうこれで最近ね、電気つけずにこれで生活してる、うん、長押し、いや長押しするんよ、長押しするんだけど変わらないんですよ。長押ししてるんですよ。うん。できない。天井の照明はよく消したまま用意してます。でもなんかちっちゃい頃はさ、絶対真っ暗じゃないと眠れんかったんですよね。今はさ、この
ぼんやりとした明かりが好きなんだけど、ちっちゃい頃はもう豆電球も消したいってタイプだった。普通は逆なんだけどね、大人になればなるほど明かりに慣れてくると思うんだけど、最近はね明かりを欲してる、うん、ね、あれ豆電球のさこと目玉焼きとか呼んでたお化けとか怖くなかったね。お化けとかはね、うん、なんか怖くない自分が大人っていうなんか優越感に浸ってたんだと思う。お姉ちゃんだったからさ、お姉ちゃんぶりたいみたいな、うん、怖くないこともなかったんだけど、怖いっていう気持ちはあんま出したことなかった気がする。だから大人ぶりたかったのかな。なんかそれのなんか習慣が続いてもずっと小学生も中学生も電気真っ暗で寝てましたね。今はね逆になんかつけたまま寝落ちってことも多いから、最近はもうなるべく消して間接照明焚いて寝てます。うん、もったいないからね、本当にね寝落ちしちゃって電気つけっぱとか多いから。55分、じゃあ壇上読みたいと思います。13位から壇上読みますね。13位が中澤さん、12位が和之さん、11位がデルピルロさん、10位がおいでませ元気さん、9位が市下さん、8位がヨネさん、7位がザックさん、6位が総龍さん、5位がコバチャさん、4位がギオンさんでした。13位から4位までの皆さんありがとうございました。そして3位が四つ葉さん、2位が東京特許許可局局長さん、1位がジェリーさんでした。3位から1位までの皆さんありがとうございました。というわけで本日はセルフィッシュアミティーズ公演に見てくださりありがとうございました。いや、ツアーも始まりますよ。いい、船でのラストだって、もう5月ラストだからね。5月の本当に5月にラストライブなんですよ、ステイホーテイトゴーが。寂しい。それのラストライブツアーがもう今月っていうか、もうすぐしあさってあさってか10から始まるから、やばい。本当の本当にお別れなんですよ。船いろいろあったな。できるまでもいろいろあったし、できてからもいろいろあったけど楽しかったな。なんだかんだ大好きな人のミュージックビデオ撮ったり、デートフェスやったり、なんかいろいろやったな。なんでね、最後までね STU48 号応援よろしくお願いします。一緒にね駆け抜けていきましょう。もう自分らのホームすぎてさ、楽屋とかあの楽屋以外考えれないんだけど、寂しいね。一期生ドラさんと二期生しか乗ってないんよ船。今後入ってくる子たち乗ってないんよ。もう貴重な体験をさせてもらいました、船で踊るっていう。まだね、まだ終わりではないんだけど、すごいな。ラストまで楽しみたいと思います。今後ね船が出るのか分かんないけど、うん、それでは皆さん、そろそろね、まあ、ポやりたい方たちもいるのかな、ポヤポヤしたい人たちもいるのかな、いるのかな。まあポやりたいならポやるがいいさ、存分に。君がポやりたいならね、私はもう何も言わない自分からこういうやつが作りたいですって言って、定型文作りたいですって言ってたのに、勝手にポヤってくださいみたいな
投げやりスタイル。いやポヤりましょう。じゃあ徐々にね、チェンチェンってさ、ポヤスミって言った後にさ、ショールもあってさ、一人にされる私の気持ちを考えて。でもやるよ、ポヤスミ好きだからね。そんな12時過ぎた後の孤独の時間も割と好きだからやるよ。では皆さん、今日も一日お疲れ様でした。ポヤスミ、ありがとうございました。セールアメ公演もありがとうございました。皆さん、今日も一日お疲れ様でした。また明日頑張ろう。ありがとう、見てくださって。バイバイ。花を大事に。ああ、ありがとうございます。大丈夫です。おやすみ、また明日。うん、ゆっくり寝る。うん、ちょっと YouTube あんまり見すぎないように気をつけます。ありがとうございました。アイコ終わるかな。バイバーイ。ちゃんと寝るよ。いや、寝ないと。いや本当に。